皆さんこんにちはポポポイナンセ葬儀屋さんの不思議な話のお時間となりました、えー、パーソナリティをやっております作家の小原武史と申します、えー、沖縄の文化民話などを通して葬儀のお話や不思議な話をできればと思っておりますそしてこの番組で一緒にトークをしてくださるのはこの方々ですはい株式会社イナンセテンの何でもアドバイザーこと、えー、星野和之,之星です 葬儀のことはもちろんいろいろな相談にも今週も乗っちゃいますのでどうぞよろしくお願いいたします。はい。そしてこの番組の構成サッカーしております沖縄のお笑い団体 FEC 所属オードブル松田健吾です。よろしくお願いいたします。はい。いよろしくお願いします。えー、この三人で毎週この時間にですね三十分放送しておりますので、えー、リスナーの皆様どうぞよろしくお願いいたします。ということでまあ、はい、あのー、先週はねあの葬儀の人数とか、うん、まあいろんな 個人の趣味が表れたスタイルとかね。はい。そういうことについていろいろ話しましたけども、はい。はいど。どんな感じですか？あの、またその。先週のね、話したような内容。まあ、葬儀で、まあ。こう。あるということなんですけども。えっと、実際、この。電話での問い合わせだったんですが。えー、あの、こういったものを入れて。 あのお土産ですね「入れていいんですか?」とか<う>あとはそのまあラジオを聞いたのかちょっと分からないんですけど「うんえー、費用はいくらからできますか?ああ」で事前に調べてたのかちょっとタイミングが良すぎたんですけど。えー この家族総でやりたいんですけど、費用はいくらからできますか。そしてあの伊南瀬さんのおつや室をこうちょっと利用したいんですけど、こう先におっしゃっていただいたので、なるほど。なんかリスナーさんなのかなと思って。いやそれはリスナーですよ。そうですかね。ということになります。勝手に確定しました。そうですね。まあもしくはラジオを聞いてた方なのか。はい。 <laughs> すごくなんかスムーズに、うん、あの相談済みましたねそうですねはいまさ、はい、君どうでしたかはいだからあの先週の話聞いてうん、うん、この骨壺に、うん、こうお孫さんとかメッセージ書いたりとかうん、うん、っていうのを聞いてそのやっていいんだっていうなんかそうですね意外にこういうってね こう厳格なイメージというか、うん、こういうこと、こうやっちゃいけない雰囲気が、なんかあるじゃないですか。えー、だか意外に、こういうの、いいんだみたいな、その骨折した友達のギブスに落書きするみたいな。<laughs> ね、<laughs> 言い方も悪いですけどね、<ー>早く治れと、か書くじゃないですか、なんか、あんなイメージで、こう、えー。あっち行っても、頑張ってねとかね、ううえー、今までありがとうみたいな、こう書いていいんだっていうのがね、意外な。この、知識というか、うん、発見でしたね、ね僕は。うんうん、だから僕は思ったのは、あの葬儀っていうのは。 あの規律ではなくて、うん、心のつながりですよね。うん、それを大事にする、うん、ということですよね。そうです。あのすごい勉強になりました。はい。はい、いええー、では今週もね、はい、始めていきましょう。この番組は株式会社イナンセ天礼の提供で送り出します。はい、それではポポポイナンセ、葬儀さんの不思議な話、スタートです。はい、ということでですね。この番組月に一回。はい。 今回は8回目ということで、えー、あの月に1回はですねこう不思議な話特集ってていうのをおお送りしておりましまやっぱホッシーもそうですし、うんあのー、小原さんも、うん、やっぱこう不思議な話っていうのはたくさん持ってるはずなんですよそうで,す、ねでまあ、もちろん葬儀にかあの関する質問とか、うん、そういう相談ももちろん受けつつなんですが、えー、月に1回はこう小原さんも含めこういろんな不思議エピソードみたいなのをはい 聞いていこうじゃないかという週が今週でございます。うんうん、そうですね。はい、で、ええ、まあ、何を話そうかなと思ったんですけど。はい、あの、沖縄の葬儀って、あの、まあ。昔はすごい中国的なところがありまして。うん、泣き女とかいたんですよ。泣き女。泣き女。女みたいな。妖怪ですか、これ。<laughs> 妖怪じゃなくて。葬儀の後ろにいて。はい、あの、この個人がな、亡くなったことを悲しむんですよ。うん、全力で。 知り合いじゃないけどってことですか。はい。あのー、呼ぶんですね。どっか,から桜みたいなことですか。あのー、まあ今でいうなんていうのかな、劇団員さんみたいな感じですよね。ああ<ー>。お金を払って雇って、<laughs> で大きい声で泣いてもらうんですけど、<laughs> はい、泣き女が多ければ多いほどその人亡くなった人は栄金中って言って金持ちだったという、はい、まあ一種のステータスなんですよねこれね。あ<ー>あ<ー>。じゃこの 泣き女の方々をこうお金を払って読んで悲しませることでまあ周りから見た人は「ああそこのお家は金持ちだな」っていうことですかそうなんです悲しんでる人もたくさんいるよあそこのお家はって。でね、あのー、この「泣き女」にもランクがあったらしくて、うん、一番、あのー、声が大きくて感情的に泣ける人がやっぱり給料高いんですよ。 ああ何かん。かがなったない。今ねボールペンの先が当たってね音が鳴っちゃったんで。僕今日違う部屋にいるから何が行われてるかわかんないんですよ。ごめんね当たっちゃった。だからそういうなんかランクがあるんですよね。うん今でいうとじゃあの結婚式のこの司会をするなんかリストみたいなのがよくあるじゃないですか。はいはいはい。あの有名なアナウンサーとか芸能人とか。はい。 ああいうなんかランク付きみたいなので、じゃあ金額が決まってたんですか。そうですね。<ー>だと思います。<laughs> で、あの昔のお葬式はいろいろ人を雇うんですよ。はいはい、あのえっとジュリーさんっていうね、まあ職業の人、まああのゲイさんというか、えー、遊郭にいる女性を、はいえー、有名な人を呼んで、そのジュリーさんはその料理の上手い人なんです。で、そのジュリーさんの作った料理をこう振る舞うという。 そういうい歴史もあったので<ー>、あのー、みんなねランクがあるんですやっぱり一番いい絵は A もう一番上の A ランクというかね亡き女樹里さんもう全部呼ぶんですね。全部お金で解決すであのまた先頭ですね竜の頭のこう何ですか魔除けなんですけど、うん、あの棒の先に竜の頭がついたものをみんなで、はい、持って。うん それはね大体若い子がやるんですよ10代とか20代前半とかこれはもお金で払ってこれはねもう親戚とか集落の人ですねただこれね怖いんですやっぱり竜の頭ですもんね先頭を歩くっていうのは真面目の攻撃にさらされるんですよああそういうことか昔からしたらそうなんですよで真面目が襲ってくる時っていうのはね四つ筋なんですよ はい四つ辻四つ辻うんあのだから交差点ですああいわゆるこの交差点はいはいはいこれをねあの方言でカジマヤって言うんですよ実は十字の事カジマヤはいでカジマヤには交差点にはマジモンがいるんですねはいえそうなんだだからそれを取る時にこのまあリの頭をこうずっと持ってるティンゲーって言うんですけど持ってるわけですけどもあの夜間国の人から聞いた話なんですけど あのう、夜中に今もやるんですよ。へ<ー>で、そうなんです。儀式用ですか。はい。<ー>まあ泣き女はいないですけど。<ー> <laughs> で、あの四つ筋に差し掛かるじゃないですか。はい。そしたら、いろんな方向からこう看護器が引っ張られて、<ー>あるいは救急車が、ああ霊柩車が、<ー>なんか四つ筋の中ぐかかかかかかかってこう震え出すらしいんですよね。<ー>へえ<ー>。でそこでやっぱりその。 なんかか死者をに引っ張る力が働くから、うん、今でもその四つ筋鹿島雅徹の後輩みたいなね話を聞いたことがあるんですけどいまだにその現象とか何かこう,、うん、こういわゆる真面目に何かやられてる感じがするってことそう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 は<ー>だからね離島に行くとねすっごいなんかお葬式も面白いと言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけども、うんうん、違いがあるというか、うん、はい。 でも地域とかね、もうそうですよね。このお葬儀のやり方って皆さんき、うん、たりとかでこう変わってきますから。えー、そうですね。だ、はい、から昔ながらのそういうマジムンとかを信じてる地域の方は、やっぱりその葬列が通ると、法、え、器、ー、を逆にして家の前に立てかけるんです。うん、つまり下のあのなんていうの、剥くところあれを上にして立てかけるんですね。はい、逆にするんですよ。はい で逆にするっていうのが死者の意味があって、うん、<ー>皆さん「逆立ち幽霊」って聞いたことないですかあ,いやありますよ逆立ち幽霊はいほ<う>あの魔官道って言って新都市に出てくる幽霊が、うんさまあ、殺された女の人が逆立ちして出てくるんですねえ怖い怖いですね <laughs> そうですねいですねあとねマダン橋のなんか人柱の話があるんですけど、はいえー、そこでもあの人柱にする時 あの人を逆立ちさせてこう埋めるんですよ。<ー>死者というのはもう私たちこう普通に立ってますけど逆になるという一種象徴なんですよね。天地,地逆転するっていうのがそういう意味を持つことですね。だからそういうねなんかまあ昔ながらのまあ逸才ですけどもえこれを公費伝承って言いますけどねあのー、まあ今から見たら。 なんでこんなことをするのみたいな話もあるんですけど、うん、話をやっぱり聞いていくとね面白い話がいっぱいありますねはい。またちょっと後半そんな話をしたいなと思っておりますなるほどはい,いではここでね一曲をお届けしましょう星曲紹介お願いいたしますはい、はいえー、それでは今週もひ人と洋さんで花水きです はい、もうしっていいですかねはい、えー、<coughs> では後半の方いいきたいと思います、はい、では後半も引き続き「えー、不思議な話特集」をお送りしたいと思います。はい、えー、まあ前半ちょっとお葬式のね、はい、話をしたんですけど、うん、あのー、星は、まあ、沖縄本島とか <coughs> いろんなところ行くじゃないですか、はい、依頼があって、えーえー、離島とかもあるんですか 離島はですね、うんえっと、お葬式をやったことはないんですけど、えー、本島からこう、うん、フェリーに乗せて、はい、まあ車でですねうん、うん、その離島まであのあなるほどね。でもそのフェリーの時間ってあるじゃないですか。はいはい あの向こうの期待というかご希望に添える時間になかなか行けないとかあるんじゃないですか希望の時間と言いますと例えばあの今日亡くなりましたと、はい、で明日とか、はい、もしその船が風の状態で欠航したら、はい、ずっと離島にそのご遺体は置いておくわけですよね。そうあ離島から 本当にるでもそのなんか前ちょっと聞きましたけどドライアイスとかないでしょないです。どうするんですかそういう場合は。えっとですね氷はいよくコンビニとかに売ってるこの氷をあの当てるんですか袋にこう入れてであとまたタオルとかバスタオル直接当てたらちょっとあれなので。 その氷で離島にいる間は体を冷やしたりしてますしてるそうですよ。ロックアイスってやつですね。泡盛に入れるやつですよ。はい。それしかないです。それしか方法がないですからね。確かにね。でなんかあとその聞いたことあるんですけど、えっと溶化式がどっかでなくなったんですよ。でその観光客の方がね。で観光客の方が亡くなって で,でちょうどなんかその波が強くて船が来れないと、ええ、でしょうがないからそのこ普通なんか公民館とかそういうとこに置くらしいんですけど、はい、もういっぱいだったらしくて、ええ、公民館で結婚式やってたんですよ。はははとこがないから、はい、亡くなった方のその民宿の部屋に置いてたんですけど、ええ、あの船が来ないんですよね、ええ、1>, だから1日。ええ 1> で まあその時にその家族の方も本土から来たんですけど、はい、まあ結構で船が出ずはい、はい、で民宿でアルバイトしてたあ、うん、あのまあ、男の子が、はい、まあ宿直で一緒にいたらしいんですけど、うんはい、変な話聞いての夜中の2時ぐらいになんかうとうとしながらこの民宿の2階であのテレビ見てたらしいんですよ。はいはい 朝まで一応起きてろって言われたんで寝ないようにしてたんですけど下からだが階段上ってくるんですよどん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 ってで声が聞こえたんですね「すいません」って「あ誰か来た」と思って開けたら誰もいないんですよあれと思ってでアクセントがもうなんか本土の人っぽい亡くなった人も本土の人だったから。 気になって一階に置いてあるこのご遺体のところまで降りて行ったんですね。そしたらまあ遺体はもうやっぱり氷に囲まれてこう、ええ、動かなかったんですけど、うんはい、もう一回閉めてこう上に階段上がってる時に下からドーンと音がしたんですよ。ええ、ええ怖いと思って、ええ、でもなんか見に行かないといけないっていうなんか気持ちがあったんですよね。はい、もう一回降りてあ、はい、開けてみたら。はい あの民宿のなんか部屋だったんですけどあのタンスの上に置いてあったなんか琉球人形とあと昔の亀の剥製があったんですけどああそれが下に落ちてたんですよ、ええ、でそんな落ちるもんでもないしはい、はい、多分カ亀の剥製が外れて落ちてそれが琉球人形に当たって2つ落ちてきたみたいなんですけどあの怖くて。はい 直さずにそのまま部屋にこうテレビ大音量でかけて朝までいたんですよ、ええ、で朝六時ぐらいにもう一回下降りてみたら日本人形が倒れたはずなのにケースから出て立ってるんですよこえっ、え、亀はそのまま畳の上にこう落ちたんですけど、ええ で彼は日本人形そのプラスチックのケースごと倒れたんだけど、うん、そこから出した記憶はないんです <laughs> はいなのに誰かが出して立ててたんですよね怖い怖い怖いじゃないですか <laughs> だからちょっと変な話だなと思ってその人形に乗り移ったんですかねいやそれでね、はい、その民宿のオーナーが朝来たんですよ、はい、で怖いから「うん、オーナーこんなことあったんですよ倒れたのが、うん、っつってああ やっぱりねって言ってどっか行ったらしいんですけど教えてほしい教えてもらえなかったらしいでねやっぱりねで終わったんですかやめてくれそれが一番嫌だなんか気になりますよね気に気になるというより僕はもうこの民宿ですかやめやめると思いますそうっすよねいやそれが正しい判断ですよね教えてもくれないそう でねまあ渡嘉敷島ってやっぱりその激戦地だったじゃないですか、えー、いろいろね。えーえー、でなんかいろいろそういう話聞くんですけど、はい、彼はそのいろんな渡嘉敷のいろんなところでバイトしたらしいんですけど、えーはい、あるお土産屋さんでこうレジに立ってると入り口からねいつもなんか黒い影が入ってくるんです。黒い影真っ黒い影が、うん、フラ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 ってきて、うん、サンゴとかなんかアクセサリー置いてるとこで。 いつもくるって回っっててからファンって消えるんですよ回るのがわかるって人なのか何かわかんないけども、うん、それもなんかあのアルバイトしてる先輩にこんなことがあったんだよって言ったら「うんうん、ここ出るのよ」ってよく言われたらしくて、えー、だからそういう沖縄の人でこの霊感がある人のことを「ダ田ーって言うんですけど、うん、あの澤田川の人はあの。 ああいう島でアルバイトするのはよくないですね、小原さんって。聞いたことがありますね。もともと勘が強い人なんですか。その勘が強い人ですね、彼はね。お二人は勘はないですか、そういうのは。ないですね。僕はもう学生の頃ですけど。あの宜野湾市にある。あの、男神の方が修行する場所。あ、大山貝塚ですかね。あ、そうそうそう。 あそこに、うん、まあちょっとワルノリこうちょっと見に行こうと場所に行ったわけですよ。うん、<laughs> よくありますよね。<の><れ>オートバイで、うん、学生の頃、うん。はいはい。えー、そうするとそこにはあの看板があってですね。うん、これ以上なんか立ち入り禁止みたいな。うん、あありましたありました昔。はい、でそれをあの僕の友人が、ね、この看板を蹴ったわけですよ。あ<ー>で。 出口側にこう、えー、バイクでちょっとあのー、裏に回ろうということで、うんえー、ちょうどあの時バイク四五台ぐらいありましたかね、えー、エンジンかけようとしたらですね、うん、あの一台もエンジンがかからなかったんですよ四五台やったのにはい一台もかからない一、はい、台もかからないんですよ、うん、でこの道端に蛇が横切ったんですよ、えー、でもちょっと気味が悪いから、うん、場所移ろうということで あそこちょっと帰りは下り坂になってるんですけど、うん、もうバイクもそのまま下り坂流してですね、えー、そのあの場所から少し離れた離れたらバイクが全部かかったんですよ。うん、でも君が悪いからもそこには行かないどこって行っ <laughs>、ね、たんですけど、この帰り道ですよ。えー、この看板を蹴った同級生は、うんうん、その蹴った足事故って足 骨折りましたからねいやーまずいじゃないですか、ね、<laughs> もうそこにはもうあの二度と近づいてないですあちなみにですね、うん、あの宇宅を出て蛇が前を通ったら今日って、うん、そういうそうなんですか、うん、あるんですか、うん、あります、うん、実際蛇いましたからねうんそんな簡単にまず蛇見ないですよ普段 <laughs> そう見ないですよね、うん、よくほらあの ヨーロッパとかでは黒猫が前を横切った。らってねあれと一緒ですよ。だから。まあ、でも。蛇って。あの、見たら。あの、あめたらいけないんですか。ハブはね、一応神様なんですよね。民話の中で。はそうなんですか。ハブって一応神様。そうなんですよ。で、逆に毒のない赤股がまじもんなんですよね。はい。あ、そうなんですね。じゃ、見かけても。何もせずに。ちょっと。 もう遠くにこうっていくというかう、ね、うん、あるいは捕まえてヒ、はい、トマンの役場とか持ってったら五千円とかもらえますけど、<laughs> <laughs> 売るんですか。<laughs> そうですね。ハブ取りの人はいますけどね。まあ、ハブ神様なんですね。そうなんですよ。 まままあ目つき悪いいっすすすよはわわかかりますかります <laughs> 怖いっすもん僕も引いたことありますけどね車でね泣き陣でまあのね糸満とかもまあそれ聞きますけどね,ねでもあれですよ僕このまあ全く怖い話とはちょっと話違うんですけど、はいえー、この、えー、何十年ってこう、うん、葬儀屋さん勤めてるんですけど、はい、お葬式でですね、うん このお迎えに行ったら、はい、この亡くなった方が偽、うん、名使ってですねああこの、えっと、最初一方この役所から連絡があったんですけど、えー、名前が、えー、浦添太郎さんっていう方だったんですけどおかしな名前だなと思ったら、うんえー、名前も偽名使ってて、うん、生年月日、うん、実際この使ってた名前は実在して、えー すする人の名前使ってたみたみいですけどわ何かちょっと犯罪歴があったのかなっていうなるほどね、はい、現代の階段ですね、はい、あの現場にもあのうちの会館に警察の方が来て、えー、亡くなった方の指紋を取って帰るっていうなんかこういうこともあるんだと思ってこんな話ラジオで教えてくれていいですか <laughs> なるほどね。いや、でも、いや、よかった、もう、いや、こんな話聞けないっすって。うん、<laughs> あんまり聞けないですね。<laughs> いや、ありがとうございます。いということで、えー、今週は不思議な話特集をお送りしました。はい。ありがとうございました。はいえー、番組をそろそろ、和解の時間となりました。星、今日もありがとうございました。はい。ありがとうございます。えー、またね、あのー、あのー、怖い話など、いっろぱいろありましたら、はい、それも番組の方にお寄せいただければ。うん そうですねこの不思議な話特集の時にはまたそのメッセージ紹介したりあったらしますのでよかったらやってみてくださいメッセージの方もお待ちしておりますあとあの欲しいへのね事前相談のメールもいっぱい募集してますからよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますメールアドレスは共通で pppppinanse.gmail.com アルファベットすべて小文字で ppppinanse.gmail.com ちょっと混むとなっております。はい、はい、それではまた次回お会いいたしましょう。はい、さよなら。さよなら